株式会社ヤマダホームズと株式会社リクシルのスマートハウスを通じた環境負荷低減へ向けた取り組みについてのメディア説明会を開催させていただきます。本日の進行を担当させていただきますヤマダホームズ経営企画室岡田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。では初めに、出席者の紹介をさせていただきます。株式会社ヤマダホームズから代表取締役兼社長執行役員清村光一でございます。清村でございます。同じく執行役員技術本部本部長山本正也でございます。株式会社リクシルから常務役員リクシルハウジングテクノロジー冊子ドア事業部長小林悟でございます。小林です。よろしくお願いいたします。では株式会社ヤマダホームズ代表取締役兼社長執行役員清村光一よりヤマダホームズのサステナビリティの取り組みについてご説明いたします。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました清村でございます。本日ご対応のところこちらご取材のほどですねありがとうございます。限られた時間でございますけどもしっかりと今日ヤマダホームズそしてリクシル様とのですねサスタビリティの取り組みについて少しお話しさせていただきたいと思います。ヤマダホームズは家を通じてサスタビリティな取り組みを積極的に進めております。その理由といたしましてはですねまず私どもが所属するセクターのこの住宅建築分野においては2050年のカーボンニュートラルこの実現に向け断熱性能あるいは気密性能こういったものを向上させそして当社が得意とするスマートハウスの展開などを行うことによってですねこの脱炭素そして経済的に環境にも優しい家づくりこういったものをですね積極的に取り組んでおります。当社ではかねてよりまず炭素固定といわれる木材をですね中心に木造の住宅に特にこだわりを持っております。ご承知の通り木材というのは二酸化炭素を吸収しこの木材を使用することによってですね家を通して家づくりを通して脱炭素に貢献するこれをですねまず主体に思いまして木造の住宅にこだわっているところでございます。また当社ではヒノキ材この木材をですね特にメインにお客様にご提供することによってこのヒノキ材というのは強度それから耐久性そして将来のメンテナンス費用を抑制するこういった特徴を持つ特にこのヒノキ材にこだわった住宅をご提案しております。このような当社の取り組みによってオペレーショナルカーボンといわれるいわゆるスコープ3のカテゴリー11、いわゆる使用者による CO2 の排出これはこの我々の取り組みによって大きく CO2 を削減することは可能になりました。一方でこのエンボディドカーボンといわれる建てる前のそして廃棄する時のこの CO2 の削減というのは私ども住宅メーカーは取り扱う資材こういったものが多岐にわたりまたこの多岐にわたったものがですねまた幅広くございますのでこのカテゴリー1と11、この具体的にこれをどのように削減していくかということをですね当社常にこう思い悩んでいるところでございました。その中にあって今回リクシル様が具体的なですねこのエンボディドカーボンの削減に向けた具体的なお取り組みそしてこのご提案をですね魅力的に私どもお受けいたしましたので今日のですね発表とこれからの協業こういったものをですね実現できる場となりました。なお全世界のですね CO2 の排出量というのは当社がこの属する建設のセクターというのは約 37% を占めております。このうちですね使用者によるカーボンが 70% そしてエンボディのカーボンといわれる
この作るときに発生する CO2、 それから廃棄するときに発生する CO2 というのが約 30% を占めておりますので、この調達そして廃棄にかかるこのカーボンをいかに削減するかというのが我々の重要なこれからの課題というふうに認識しております。今ですね、このハウスメーカーはさまざまな脱炭素の取り組みによって、ゼブやゼッチの普及によってですね、使用者による CO2 の排出というのは大きく、効果的に削減が可能になっておりますけども、やはりこれから私たちが所属するこの建設セクターというのは、まず調達のところ、そして廃棄をするところ、ここでの CO2 の削減をどのように実現していくかというのが大きな私たちに残された課題かというふうに思っております。本日はこのシーテック2024のですね、サソイティ 5.0 の世界、ヤマダホームズは家を通じた、このプラットフォームの役割でリクシル様をはじめですね、さまざまな技術そして情報を集めたですね、今回の出展となっておりますので、この後ぜひ、この出展の内容をですね、ご覧いただいて、当社そしてリクシル様、ご出展ご一緒いただいた皆さんのですね、技術、この進歩されたものをですね、体験体感いただければと思っておりますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、株式会社リクシル常務役員小林悟よりリクシルのサステナビリティの取り組みについてご説明いたします。よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。ただいまご紹介をいただきました、株式会社リクシルサッシドアを事業を担当しております小林と申します。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。当社リクシルはですね、企業パーパスといたしまして、世界中の、誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するというものを掲げてですね、企業活動をしている会社でございます。具体的にはサッシドア、あるいはエクスラ商品といった建材商品、あるいは、キッチン、お風呂、トイレといった水回り商品、こういう商品をですね、製造販売をさせていただいている会社でございます。昨年ですね、サッシにつきましては、秋にグリーンウィンドウ宣言というものをですね、弊社の方コステムブランドを通じてさせていただきました。こちらはですね、先ほど社長の方からもご説明がございましたが、我々、ね、その窓というとどうしてもこうお客様がお住まいになって使われている時だけの、性能ということをですね、すごく念頭に置いて開発をしてきたんですが、そもそもその窓が原料から生まれて製品になって、そして実際にお家について使われて、でその後役目を終えた後廃棄するといった窓の一生涯にもっと着目するべきだろうということで、昨年グリーンド宣言というのをさせていただいて、一生涯において環境負荷をできるだけこう下げた商品を開発していこうといったことをですね、我々の開発方針にしようということで、今活動を進めているところでございます。で先ほどご説明がありました通り、ヤマダホームズ様は、環境配慮型の、住宅スマートホーム等をですね、非常に積極的に、取り組まれている会社様ということでですね、私たちが目指している方向と非常にこういろんなものがですね、合致する会社様でございます。で今回我々の方からご提案をさせていただいたんですが、その考えにですね、ご賛同いただいて、今日こういった場でですね、両者ともにですね、共同で展示ができるということは我々にとっても非常にですね、光栄なことであるというふうに感じております。で本日ですね、今日この後ですね、皆様にもぜひご覧をいただきたいんですが、弊社の商品といたしまして、IoT ホームリンクライフアシスト2という商品をですね、今日ご提示をさせていただいております。でこちらはですね、家の中の家電あるいは、建材、充設の設備等をですね、コンパクトに、つなげることによりまして、より、お住まいになっている方がですね、快適に過ごしていただけるような、ホームリンクのサービスでございます。で実際に今日展示をしてますんで、皆様もぜひお手に触れてですね、お試しいただけると、あ、こういうことなんだということがですね、実感できるかなというふうに思っております。これからもですね、ヤマダホームズ様とは様々な形でですね、連携ができると
というふうに考えておりますので、ぜひ我々当社リクシルとヤマダホームズ様とのですね、これからの活動にもぜひご期待をいただきたいというふうに思っております。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。続きまして、ヤマダホームズ執行役員技術本部長山本正也より今後の取り組みについてご説明いたします。よろしくお願いします。本日はお忙しい中ありがとうございます。ヤマダホームズ技術本部山本でございます。内容は先ほど弊社清村から説明させていただきました。技術本部次第の調達というところで、今回陸地様のもともと陸地様の製品を使ってはいたんですが、そんなにこの CO2 削減というところで、我々この今日パネルにもあるようにですね、使う時っていうのは関心があって、今どんどん削減をできている状況なんですけども、資材調達の時にじゃあそれを考えているかというところで、今回ちょっと気づかされたところがございます。というのは材料の選定から、あとその製品を作るところっていうのはあまりこの業界、我々も含めて考えてなかったところなんですけども、でそれに加えて廃棄のところっていうのは最近徐々に考えられてやられていると思うんですけども、今回はやはりこのリクシルさんとやるということは、この一番のところカテゴリー1ですよね、それからあと12のところを廃棄のところと購入のところを一緒にやっていきましょうというところで、作るときに当然、太陽光を、仮にちょっと一つ例出しますと、我々も一つこのシミュレーションしてみたんですが、我々が建てた建物で、特に太陽光パネルが一番分かりやすいと思うので、載せたものと載せてないものとの比較を してみました。でどうしても太陽光載せますと最初の作る時というところですね、ところの CO2 の排出のない場合とはやはり出てしまうんですが、使ってるところで、かなり削減ができる。であと廃棄のところもこの表ではほぼ同じになってますが、実際は廃棄のところで太陽光パネルを廃棄するためには多少の CO2 が出るというところで、で一番問題になっているのがやはりこの作るところですよね。今関心があまりなかった、そこを今回リクシルさんのこのシミュレーションを使って出してみると、やはり、そこを今回からも重要視して、我々もそういうところと協業でですね、仕入れするときからも考えないといけないねということで、社内、社員を含めてそういう勉強会を始めたところでございます。で、ですからもうここにもありますように、最後今度廃棄のところも考えられている企業様と一緒に、今後はやっていくというところで、資材、購入、それからあとメーカーさん、施工のところもそういったところを考えながら、やっていかないといけないなというところではございます。で今回、お話を陸地さんにいただいたので、ここはちょっと加速をさせていただいて、我々も技術本部としてですね、商品開発関しましても、そういったところを重視してやっていきたいと思います。本日はお忙しい中ありがとうございます。はい、ありがとうございます。